カナダドライはドクターペッパースナップルグループが保有しているソフトドリンクのブランド。ジンジャーエールのブランドとしてよく知られており、その歴史は110年以上に及ぶ。またジンジャーエール以外にも様々なソフトドリンクやミキサーを販売している。その名の通り、カナダに起源を持つブランドであるが、世界的に展開しており、2008年以来のブランド保有者である。 ドクターペッパースナップルグループは、米国テキサス州日本社を置く企業である。日本では1957年に販売が開始され、1990年以後は、日本コカ・コーラが販売権を取得している。ブランド名のドライは甘くないという意味である。1904年、ジョン・ジェイ・マクローリンがカナダドライペイルジンジャーエールを生み出したとき、その新しい飲料は、 他のジンジャーエールよりずっと甘みの少ないものであった。そこでマクローリンはドライと命名したのである。1916年トロントスター市掲載の広告カナダドライの勘、カナダドライはカナダオンタリオ州エニスキレン出身の薬剤師、科学者ジョン・ジェイ・マクローリンによって生み出された。なお、ジョン・ジェイ・マクローリンはマクローリン自動車の創業者であるロバート・マクローリンの長男である。 マクローリンはニューヨークブルックリンのソーダ工場で働いた経験を持ち1890年にトロントで炭酸水の工場を設立した。1904年、マクローリンはカナダドライペイルジンジャーエールを生み出した。3年後、この飲料はカナダ総督官邸の御用飲料となり、それまでカナダの地図上にビーバーを描いたラベルは 現在のクラウンとシールドに置き換えられた。1914年、マクローリンが没すると、同社は兄弟のサミュエル・マクローリンが経営を引き継いだ。1919年、カナダドライのニューヨークへの出荷が開始されて人気を博し、1921年にはマンハッタンに米国で初の工場を開設するに至った。1923年、PD セイラーアソシエーツはマクローリン家から事業を買収しカナダドライジンジャーエール社を設立上場した。禁酒法時代にはミキサーとしてカナダドライの人気が高まった。自家製の酒の味をカバーする助けとなったのである。1930年代にはカナダドライは世界に拡大した。1936年にはペルーで最初のライセンス生産が行われ。 その後2年で14カ国に工場が作られた。1950年代以降、同社はより多くの商品を生み出した。シュガーレス飲料やソフトドリンクを噛んで販売することを大手企業としては初期に手掛けた。1964年、ノートン・サイモンはこの会社に関心を持ち、サイモンの持ち物であった他の会社、マッコール社やハンツ社などと共にカナダドライも束ねる、持ち株会社、 ノートンサイモン社を設立した。1982年、ドクター・ペッパー社は、ノートンサイモン社から、カナダドライブランドを買収した。1984年、ドクター・ペッパー社は、ホストマン・リトル社に買収され、その買収債務を返済するためにカナダドライブランドは、デルモンテ社に売却された。1986年、RJR ナビスコは、ソフトドリンク事業を、 キャドバリーシュウェップス社に売却した。2008年、キャドバリーシュウェップス社から、飲料部門の持ち株会社が分割され、ドクターペッパースナップルグループが設立されると、カナダドライブランドも同社が所有することとなった。グループのカナダ法人は、名称を、カナダドライモッツに改めた。左、ジンジャーエール右、果実飲料いずれも、国際飲料当時の便日本では、当初、 1957年2月に日本ビールと米国のカナダドライが提携して国際飲料を設立。中流軍向けのボトリングを代行していた園で札幌ビール川口工場で製造された製品が少量、市販されていただけであった。1966年5月には称号をカナダドライ飲料に変更。かつては看板商品である ジンジャーエールの他にも多種にわたる製品を販売していた。レモン香料を使用したハイスポットソーダ、コップ状のガラス容器に入ったオレンジグレープパイナップルアップルレモン等の果肉、クラッシュタイプの飲料が販売され、飲食店用の各種サワー類も扱っていた。最新技術の開発、導入に積極的で環境対策から果汁飲料へのコンポジット感の採用。 アルミパウチパックやガラス瓶へのコーヒー飲料の無菌重点導入、輸入 p e t 缶の使用など先進的な容器を多く取り入れていた。1990年に日本コカ・コーラが日本国内での販売権利を獲得し、それ以降はジンジャーエールとその派生商品、クラブソーダ、トニックウォーターのブランドに特化した。果汁飲料やコーヒー飲料などは一部の 飲料事業を継続したボトラーでパッケージを若干変更し引き続き販売された。ジンジャーエールとしては甘みが強くビールのような風味がする。2007年8月にはパッケージフォーミューラともにリニューアル甘みが抑えられ苦みが強くなった。2008年9月ジンジャーエールゼロの発売を発表。カナダドライもカロリーゼロ市場へ参入する形となる。 2013年4月、ジンジャーエールゼロのカロリーゼロ路線を継承し、新たに難消化性デキストリンを 8000mg 配合したジンジャーエールファイバー8000の発売を発表。これに伴い、ジンジャーエールゼロは販売終了となった。2013年10月、コカ・コーラ及びカナダドライ市場にして世界初となるホット炭酸飲料の ホットジンジャーエールを発売。ジンジャーエキスのほかアップルフレーバーそしてシナモンフレーバーがブレンドされている。2014年6月、すでに絶版となったジンジャーエールゼロのカロリーゼロ路線を継承した期間限定商品としてジンジャーエールスパイシーゼロを発売。この他に、道のクコカ・コーラボトリングは日本コカ・コーラが 販売権を得る前から子会社等を通すことなく、直接、カナダドライのフランチャイズとなっていた。海外のカナダドライのボトル外観1980年代後半から1990年代前半にかけてテレビコマーシャルが放送された後、しばらく CM は放送されていなかったが、発売元がコカ・コーラに変更になり、再び CM が放送されるようになった。 CM ソング CM 出演者、ありがとうございます。